こんばんは。こんばんは、にょん。2022年の J2 チーム紹介も今回で折り返しとなりました。正直データばかり見ていて疲れてきました。残り少しなので頑張っていきましょう。それではスタート。まずは甲府です。思っていた通り相性は悪いです。甲府はかなり強力なブラジル人フォワードを確保していた時期があるから、その時にかなりやられたイメージがあるにょんね。加入数日のマラニョンにいきなり決められたとかな。次は新潟です。対戦シーズンが2018年の2回しかありませんが、完勝です。2試合とも3得点です。降格したシーズンなのにやたら結果出した相手にょん。まああれから4年経ってるから今年はどうなるか注目。金沢、JFL 時代の天皇杯を含んでいますが、負け越しです。得失点で言うと同じぐらいなんだけどね。今回最後は、ロアッソの苦手チームといえば徳島。古いロアッソサポなら分かってもらえると思うけど、ロアッソが昇格した当時の徳島は、順位が低かった。選手獲得より、設備投資に重きを置いてたからな。そんな時代に主に徳重に毎回のようにボコられました。軽いトラウマです。今回は中部プラス徳島でした。ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録評価をお願いします。